山本正美は、日本の技術者、実業家。富士通代表取締役社長や、同社取締役会長、電子情報技術産業協会会長、情報通信ネットワーク産業協会会長、キッズデザイン協議会会長等を歴任した。山口県豊浦郡豊北町出身。山口県立豊北高等学校を経て、1976年。 九州大学工学部電気工学科卒業後、オイルショックの影響で、九州電力や中国電力の採用がなかったため、富士通に入社。オアシスの入出力装置開発に携わった後、パソコン事業に移り、モバイル PC 事業部長等を経て、2004年、パーソナルビジネス本部副本部長。2005年経営執行役。2007年経営執行役常務。 2010年から富士通代表取締役社長を務め、半導体事業の構造改革などを進めた。2014年電子情報技術産業協会会長。2015年富士通代表取締役会長。2016年保健医療福祉情報システム工業会会長。 2017年富士通取締役会長、キッズデザイン協議会会長、JFE ホールディングス取締役、2018年内閣府規制改革推進会議員、2019年富士通取締役、シニアアドバイザー、水保フィナンシャルグループ取締役、ありがとうございます。